今回は私白クマを含むズボラ人間のマジでどうでもいい雑学をまとめてみたよ。日焼けするのが嫌、暑いのが嫌という理由だけで昼間に外出をしない。やらなきゃいけないことは分かっているが、めんどくさいが勝つ。あとあと片付けるのが面倒なので、料理を全くしなくなっていく。家が散らかるのも嫌なので、必要最低限のものだけで生活し始める。いらないものを捨てに行くのが面倒なので、まとめてはいるがまだある。ごくたまに急激な勢いでお掃除スイッチが入る。ということで、ズボラ人間の雑学をまとめてみたよ。共感したというズボラの皆さんは、いいね、チャンネル登録よろしくなのだ。では、またね。